様おはようございます。お暑い中を、そして新型コロナウイルスが蔓延してきていますときに、こうして、川原先生の伝道講演会にお越しくださいまして、心から感謝し歓迎申し上げます。昨日の安息日から始まりましたコロナ気づき希望講演会は、本日2日目第3話、神がすべてを創造されたというなら悪は一体というテーマでお話ししていただきます。先生のプロフィールですが、に移されると思います。川原先生は昭和29年福岡久留米市にお生まれになりまして、20歳の時に洗礼を受けられました。実は私事で本当に失礼恐縮なんですが、私は夫の転勤に伴いまして、昭和50年頃久留米市で 3,4 年間生活をいたしました。その間に久留米教会でバプテスマを受けました。キリスト教のことは何も知らず、クリスチャンと称する方々に会うのも初めてでした。聖書も手にしたことがありませんでしたし、生まれて初めて教会の門をくぐりました。創造主なる神、イエス様が救い主、聖霊の神様、何のこと。そんな状態でしたが、牧師さんから丁寧に聖書の学びをしていただきました。これからの私の人生はイエス様と共に歩ませていただきたいと思うようになりました。どんな苦労があっても心には平安をいただけるのではないかしらと思い、バプテスマを受けました。そんなわけで、敬愛する川原先生の故郷と私の信仰のふるさと久留米が同じであることを知りまして、とても嬉しくて親しみを感じさせていただいています。それでは最初のお祈りをさせていただいて始めたいと思います。皆様お祈りにご参加ください。天の優しいお父様、あなたの皆を賛美いたします。ただいまから川原久志先生の講演会を始めさせていただきます。本日は第3話、神がすべてを創造されたというなら悪は一体というテーマでお話しいただきます。大変興味深いテーマです。聖書にある真理をどうぞ川原先生が解き明かしてくださいますように、そしてイエス様が私たちの心の目を開いてくださいますように助けてください。ご出席くださった皆様方と共に、この時間、豊かな時間を過ごすことができますように、また講師の先生の上に神様の導きとお力添えがあり、皆様方の上には天よりの祝福がありますように、尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは講演を始めさせていただきます。その前に当大阪センター教会牧師劉牧師による特別賛美が準備されています。どうぞよろしくお願いします。はい、皆様こんにおはようございます。今日はですね、川原先生の講演会に皆様の出席してくださいまして、本当にありがとうございます。当教会の牧師として皆様を心よりですね歓迎申し上げます。今日コロナで実際この教会の方にはですね来られてなくても、今各家でインターネットを通して参加しておられる方々もですね大勢いらっしゃるのではないかと思います。
先生とても素敵なですね話を今準備しておられてますし、今日のテーマは非常にですね真剣な我々が考えないといけないですねテーマだと思いますので、先生の話される講演の内容を通してですね皆様が新たな真理また希望を見出せるようにとお祈りいたします。そうしましたら314番希望の賛美歌のですね深き恵み持ってをオカレナで演奏させていただきます。皆さんおはようございます。ございます。昨日は進化論と創造論という話をですねさせていただきました。この分野においても私は本当に皆さんよりもですねずっと知恵や知識がなく、本当に上に上がってお話しする資格がないものでありますけれども、創造と進化について少し皆さんと一緒に考えました。その中で、ダーウィンがですね進化論をこう考えたわけですけれども、まあ、この方はですね本当に努力家で、最初は牧師さんになろうと思っていた、お医者さんにもなりたかった。でも体がですね本当に弱くてですね、一生の間ですね仕事を持つことがなかったというふうに言われているんですね。それだけ聞いても本当に辛いことがいっぱいあったんだなっていうふうに想像できるわけです。でも頑張ってですね一生懸命頑張ってこう何かをかもうとされたわけであります。で本当はですねクリスチャンだったんですね。ですからクリスチャンってことはどういうことかっていうと、聖書の言葉を信じて神様がこの宇宙と地球を本当に美しく作ってくださったと信じていたんです。信じていたんですけれども、創造論と真逆の方向の進化論に傾いていったわけです。なぜ？それは原因がありました。それは10歳の娘さんが急に亡くなる、そういうことがダーウィンの家庭にあったわけです。1841年生まれのアニーという10歳の、愛する娘が10歳ですよ突然に結核で亡くなる。そして父としてパパとしてですね本当に悲しんで苦しんで、そして彼の心の中にこういう心の流れが起こった。自然界には相当と苦悩と死が多く見られる。自然界を神様が創造したなら死も創造されたんじゃないか。全能で慈愛深い愛の神様はいない。いるんだったらどうして私の娘が。そして聖書に書かれている創造は違う。そして進化論、誰が責めることができますか。いや、ダーウィンだけではなくて本当にたくさんの人たちが自分の身の上に起こったことを嘆いて苦しんで、その中で神様いないって責められますか。それほど多くのですね苦しみが起こっているわけであります。はい。そして、この世界に起こっている自然淘汰、なんか大きなナタでですねもう、バサッと
とですね、運命を決定づけるようなことが起こるって、こういうことを経験したわけです、ね、聖書には全部のすべてのものを神様が創造されたと書いてあります、ね、そしてそれには不完全なところや補うべき何か付け加えるところなんかなく、完璧にお作りになった、お作りになった神様が見てもすっごいのできちゃったって感じですよ、ね、しかし今この2020年の現実は、毎日毎日テレビのニュースでこういうニュースがですね、神様がいないんじゃないかっていうニュースが、それを思わせるようなニュースがですね、どんどん起こってくるわけです。悪い人たちがどんどん悪いことをして何かを企んでて、容赦しない無慈悲な中で人間が作り出した幸せをですね、一挙に奪っ取っていくって、なんかどっかの誰かが人間を憎んだり、人間をいじめたり、人間を滅ぼそうって、そういうことを普通の人でも感じるほど怒ってるわけです。今日のテーマは大きいテーマですね。全部神様がお作りになったら、じゃあなんでこんなことになってるのっていうテーマです。話はこんな感じです。一体何が起こったか、それを話した後にちょっと天使の話を見ます。すいません、川原先生、すいません、神様もまだ信じてないし、天使もまだ信じてないのに、次は悪魔が出てくるんでしょうって、ちょっとって思われるか分かりませんけども、すいませんって感じですね。天使について、そして実はこの世界はキリストとサタンとの戦いが演じられているね、そんな話に行きます。それでは行きます。驚くべきことに、この聖書は驚くべきことを言ってる。それは私たちのこの銀河系の中の太陽系の地球の地球が作られる前に、以前にこの宇宙で何かが起こったと実は聖書の中に書いてあるわけです。はい、確認をいたします。確認します。神、聖書が神という呼ばれるお方は、この宇宙の中にあるすべてのものを創造されたお方を神と言います。確認です。目に見えるもの、目に見えないもの、感じられる法則、感じられない法則も全部神様がお作りになったんです。愛のお方が、正義のお方が、悪がなかった。そこまでいいですかね。ところが聖書の中に、地球が作られる前にこの神様に反逆するものが現れた。そして天で、そう、スターウォーズ、宇宙である戦いが起こった、ね、そして神様に反逆した、その反逆したものは神様に負けた、そして神様から後で滅ぼされることになってた。ところが彼は考えた。どうせ滅ぼされるならば、誰かを巻き込んで、引きずり込んで、そうだ、あの新しい星を引きずり込んで、巻き込んでいこう。その星が地球だった。こんなことが本当に書いてあるんですよ。本当に書いてある。じゃあ具体的にその戦いはどんな戦いだったのかっていう話をしていきます。聖書に書かれていることを話していますね。罪を犯した天使たち、自分の領域を守らないで捨ててしまった天使たち、傲慢になった悪魔、聖書に書いてあるんです。いきます。で、皆さん気になっているものがあると思いますよね。それがこうやると誰かが起きるんですけどね。起きないね。はい、大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫。ね、昨日忙しかったんだからね、大丈夫ですね。皆さんですね、教会に誘われておいでになった頃のことを思い出してください。
教会に連れられて行った時ですね、最初に聞いたお話は何でした？教会に来るとですね、ノアの箱舟、イエス様が5つのパンと2匹の魚でって、イエスキリストの十字架って、ソロモン王様って、何を話してんのか分かりました？まるでですね、この子供のおもちゃ箱の中にですね、どん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 向こうから教会の方からですね、はい、この話、エデンの話、ノアの箱舟の話ってですね、どんどん私たちの頭の中に聖書の話がですね、もう投げ入れられるようにどんどん話すわけです。その一つ一つの話が頭の中で整理できますか？私は全然何を言って言ってるのって感じだったんですよ、ね、ところが今日の話を皆さん聞いていただくと、今日の話は大相当っていうね、お話です。この話を聞いていただくと何がいいかっていうとですね、入ってきた聖書の話が頭の中で、ああそういうことだったのかって、あのイエス様のことはこういうことだったのか、あのソロモン、頭の中でですね、この大相当って、この今からお話しする話を聞くと、その箱の中にちゃんと整理しやすくなる話なんですと思いません？ひろきくんは今日ひろきくんね。ひろきくんね。はい。それじゃあいきます。いきますよ。こう書いてある、ね。何が起こったかって。もう一回確認。イザヤ書45章18章。神である方、天を創造し、地を形作り、作り上げて、固く据えられた方。主はこう言われる。私が主、他にいない。神様は、創造主なるお方だけ、他の神様は神様じゃない。さあ今日ね、すっごいところを読みます。それは新約聖書の中にヘブライ書というところなんです。ヘブライ人への手紙の一章を読んだことありますか？これは読んでもね、え、どういうことっていう感じですよね。ね、面白い面白い。もう一回、え、どういうことって。2回聞くとつまんないね。ヘブライ人への一章、ノートに書いておきます。ここでですね、不思議なことが書いてあるんです。どういうことが書いてあるかというと、天地を作りになった神様が宇宙のすべての被造物を集めて何かおっしゃったことが書いてあるんです。本当に書いてあるんですよ。ヘブライ人への手紙一章、全地を作られた、全宇宙を作りになった方が、お作りになった、作られた天使や世界のすべての、宇宙のすべての被造物を集めて、ある宣言をなさった。本当に書いてあるんです。ね。そして、創造人師なる父なる神様の前に天使だとか全部集まったとするんですよ、ひろきくん。ひろきくんね。ね。そして、その時、すべての天使たちの前で、ある発表が、繰り返し繰り返し行われたんです。ね？何の発表か。ちょっと、それを楽しみにこっちに置いといて、ちょっとその前に、コロコロ変わって、ついていけません。すいません。本当にですね、どうやって組み立てていいか分からなかったのでですね、ちょっとその前に、天使の話をします。天使の話ついてきていただきたいと思いますね。天使、聖書の中にですね、天使って読んでいくとどんどん天使が出てくるんです。当たり前のように出てくるんですね。はい。クリスマスの夜の日、そしてヨセフのところに天使が出てきて逃げなさいとかですね、天使がいっぱい出てくるんです。当然かのようにですね、なんとこの聖書の中には285回出てくるんです。天使とは何かっていうと、
神様のお手伝いをしてるんです、ね、で神様は人間私たちを守るための、奉仕です。私たちを守ってくださって、そして神様のメッセージを伝える。神様を信じようとする人を特別のお守りのうちにある。間違ってはいけないのは、天使は神様じゃない、人間でもない、死んだ人の霊でもない。いいですか、ね、ちゃんとロボットではなくて、それぞれの天使が自由意志と人格を持っていたっていうわけです、ね、で人間よりもものすごい能力を持ってて、ね、人間をはるかに超えた、もう超、能力を持ってて、ものすごい能力を持ってて、知識も持っててなわけです。で大体聖書の中に現れるときには白い純白の服を着てて、翼を持って、どのぐらいいるんですか、千千万万って書いてある、千千万万。でこの天使たちはですね、神様から命じられて、それじゃああの人をあなたは守ってあげなさいって言うと、かしこまりました神様って言って、誰かを守るわけです。神様を信じようとする人たちを特別に守るわけ。天使の組合があるかないか分かんないですけど、誰の担当になったのって、誰の担当になったの今度って、うん、大阪センターの龍っていう牧師さんいいなって、うん、誰の担当になったのって、俺川原っていう牧師さん、あの人困るよね、めんどくさいっしょあの人って、そういう話し合いがあるかどうか分かんないですよ、それ今僕が作ったのね。だけど考えてみたら、皆さんの担当の天使さん苦労をかけてますよね。本当私の担当の天使さんはもうお中元とか送りたいんだけど、住所も分かんないから送れないけど、もう本当本当に辛抱してらっしゃると思いますよ。さ、私天使に会った人をあの話を聞きました。私が会ったんじゃなくてね、一枚の写真を見せます。これが私の奥さんです。こっちじゃなくてこっちだよすいませんね、ごめんね、ごめん、もうちょっと忍耐しててくださいね。で、これが若い時のうちの奥さんなんですけども、この人萩野のおばあちゃんっていう人がいたんです。高知教会です。高知教会、高知教会から、来るまで2時間ぐらい山の中、どのぐらいの山の中かっていうと、ものすごい山の中でトトロが出てきそうっていう感じのすごい山の中、2時間ぐらいかかるんです。でおばあちゃん83歳ぐらい、ご主人と一緒に暮らしてたんです。いいですか、こんなところです、大野見村ってね。で私が訪ねていくと、教会員の人です。私が急に訪ねていくと、電話がないんですからね、とにかくね。急に訪ねていって、ガラッと開けると、急にガラッと開けると、いつもこんなに大きな聖書を開いて、こうやって読んでる人だったんです。いや、よくおいでくださいました。どうぞそこに座ってください、河原さん。今、お茶を入れます。って言う隙に、読んでた聖書をですね、こうやって開いたんです。どこを開いても、ものすごいたくさんの線が引いてる。どこを開いてもですよ。それぐらい読んでるってことなんですよ。そして、その生活や、ね、教会なんか来られないんだけども、河原先生ですね、はい、私ですね、この前ちょっと変わったことが起こったんです。あ、そうですかって、ですね、畑に行ったんです。で畑に行く前に、玄関のところで、天の神様は今から畑に行きますか、でも守ってください、あーめんって言って、カゴを持ってこうやって歩いていって、ね、ちょっと疲れちゃったって言って、岩の上に腰を下ろして、あ、木村さんこんにちは、あ、長谷川さんこんにちは、元気ですかとか言って、そして出発します、どうぞ
道中まで守ってくださいつってまたって、はーって言って一日働いた。終わったら神様ありがとうございましたつってまた帰って行って、到着したらありがとうございました。そしてその夜ご主人が言った、お前は今日誰と働いてたんだ、誰と一緒、私いつもの通り一人で畑にいましたけどって、遠くから見てたんだけども、お前の横に背の高いハンサムな若い一緒に働いてたんだけども、あれ役場の人かい、役場の青年かいって、いや一人だったです。実はご主人からではなくて、ま、村中の人から言われるって言うんですよ。あ、萩野さん、今日はお孫さん、お孫さんが高知から来たんかい？どうしてですか？あんたが山道をこうやって歩いているのをこっちの方から見てたら、背の高い、ハンサムな。背の高い、河原先生じゃないな。とかね。それは、こっち。こっち置いといて、ごめんね、ついてきてくださいよ、はい、こっち置いといてですね。で聖書を読んでたら、聖書に書いてある、本当に主イエス様を愛して神様に頼って頼って行こうとする人には、力強い、本当に力強い天使が私たちを守っている。ってだから当然のように萩野さんを持ってる。ええですか、ね、何をするのにもどうしたらいいか教えてくださいって言って、私はそういうなんかお祈りの仕方をこの萩野さんからもいただきました。はい、元に戻ります。戻れるこんな話を聞いてもう、ね、いいですか。ヘブライ人への手紙の一章です。神様がすべての宇宙のものを集めてある宣言をなさったんです。本当に書いてあるんです。ヘブライ人への手紙の一章五節、今まで私に、私を神として従ってくれた。今日は新たな発表がある。私の右にいるお方、これは私の子である。彼は神であり創造主である。私を拝んだように彼を礼拝しなさい。本当に書いてあるんですよ。ね？そこで天使たちは、あ、そうなのかって、お子様なんだって、神の御子、お子様なんだって思ったけども、一人だけそう思わなかった天使がいた。それが、一人だけ、そう思わなかった。この天使が誰かっていうと、天使の軍団の中の一番トップの天使長ルシファーだった。このルシファーはどんな天使だったのか、ある文章。ルシファーは以前、天においてキリストに次ぐ栄誉ある天使であった。彼は他の天使たちと同じように幸福に輝く温和な顔つきをしていた。彼の広く秀でた額は優れた知能を表していた。その体格は申し分なく、その態度は気高い威厳が備わっていた。彼は天軍に全部に愛されて尊敬されていた。天使たちは喜んでルシファーの命令を行った。そして彼はすべての天使に勝って知恵と栄光が与えられていた。つまり神様がお作りになった被造物の中の最高傑作、被造物だったんです。だから彼はこの神様の、これは私の御子であるって言った時に、彼の心の中に何かが起こったみたいなんですよ。このルシファーは、私にはこれだけの力が、そして知恵もあるにもかかわらず、
神は私を認めておられない、私はもっと認められていいはずだ、私は神から不当に扱われている、神様は私に公平じゃない、私はあの神の子と呼ばれる彼に負けやしない、私の力は正しく評価されていない、じゃあ私の地位を、私の力を見せてあげようと行動を始めた。本当に書いてあるんです。イザヤ書14章の13節と14節に、彼の心の中、彼の深い心の中で誰にもわからなかったその心の動きが書いてあるんです。14の13-14、私は天に昇り、王座を神の星よりも高く据え、いと高き神様のようになろう、神様のように優しい温和な柔和な方になろうって言うんじゃないんです。彼が欲しがったのは神様の品性じゃなくて、神様の権力と地位。そして彼は上手に自分の心の中を隠しながら、自分の部下たちに次のような恐ろしいことを考えさせた。こう言ったんです。みんな、本当に神様は愛の方だと思ってる？この本当にっていう言葉はね、本当にっていう言葉は使うだけである心の振動を起こす。皆さん、ごめんなさいね、劉先生って本当に信頼、もうこういうだけで、なんか心の中に、ごめんね、後でね、アイスクリーム買うから、すいませんね、ごめんね。ね、そう言ったんです。僕らは、私たちは騙されているんじゃないか。もしかしたら。神様は愛の方で、正義の方で、私たちをお作りになってるけども、愛のために作ったんじゃなくて、自分の権力が増すために、我々を使って、私たちをロボットにして、自分のいいように実はコントロールなさってるんじゃないかって言い出したんです。巧妙に。そしてもう一つ、神の愛と神様の正義、神様が守ろう、守りなさいという、神様が守りなさいというこの十戒は、私たちを幸福にしようとして与えられたと言ってるけども、ねえ、あの十戒ってさ、あの神様の戒めって、実は私たちをがんじがらめにして、行動を規制して、自由を規制しているんじゃないの？と、うまく上手に話したら、とんでもないことが起こったんです。なんと、このルシファーの言葉によって、三分の一の天使がルシファーに、そうだって言っちゃったって書いてあるんです。黙示録の12章の14節ですよ。私に従えば、あなた方はもっともっと自由になり、そしてもっともっと力を得て権力を得ることができる。私についてきなさい。私が言ってることは聖書が言ってることです。え、はい。で、ここで3分の2の天使と3分の1の悪い天使、3分の2の天使が、ダメだ、そんなこと考えちゃダメだって。神様が私たちに何か厳しいことされましたか？しないでしょ。そんなことを考えちゃダメだって、涙流しながら止めたって。どこの世界でも、どこの会社でも、どこのところでも起こる話ですよ。あんたたちは騙されている、単純だねって、うん、3分の1、
そして天で戦いが起こった。誰と誰が戦ったかっていうと、聖なる天使たち、神様に従い続ける地位をそこの、置かれたところを守って動かなかった天使と、それからルシファーのもう上手な言い回しに負けて堕落していった天使たちがガンガチンコ、黙示録12章の7節から9節がその天で起こったスターウォーズなんですよ。読みます。天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。当然ルシファー軍は負けるわけです。だって創造主なる神様にと戦ったんですよ。でも高ぶりは、高慢はそれさえも分かんなくさせるんです。高ぶりと高慢はその単純なことさえも分かんなくさせる。この巨大な竜、年を経た蛇、サタンとか悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものは投げ落とされた。負けた。天から落とされた。他の天使たちが、あんていてくれば黄金約束されてるっていうの、何これ、私たちはもう神様から滅ぼされる。ルシファーも血に落とされた。しかしルシファーはここで考えた。どうやったら神様に仕返しできるだろうかって。どうせ滅ぼすなら神様に人泡食わせてやろうって。その頃、この宇宙に神様にとっても特別の星を神様が作られた。その戦いが起こっている時に神様がこの宇宙にスペシャルの星を作られた。なぜスペシャルかっていうと、神は自分の形にその星の住民を作られたって書いてある。神様は自分の形にその地球の住民を作られた。ルシファーはその新しい星を見て、うん、その星が私たちの地球だったって書いたんですよ。ルシファーは神様に仕返しを、勝てないけども、それだったら神様の愛しているあのかわいいかわいい人間をこの戦いに引きずり込んで巻き込んで、あの地球をぐっちゃぐちゃにして、人間をぶっちゃぐちゃにしてしまおう、そして神様を悲しませよう。ルシファーは復讐心で、そしてどうやったらあの地球を乗っ取ることができるかって考えた、うん、考えた。そして作戦を練った、うん、大丈夫ですか皆さん。あのですね、私ですね、この話を、この結構難しい話でしょ、この話をですね、東京の天沼っていうところで話したんですよ。そしたらですね、その日に初めて教会たるものに初めて来た人がいたんですね。で、これ一番難しいじゃないですかね。そしてお話を、絶対これ分かんないよなって、ちょっと無理だよねって言ってですね、お話を終わった後に玄関に立ってて、はい、ありがとうございました、ありがとうございましたって言ったら、そのおばさまが、おばちゃんじゃないです、大阪はおばちゃんって言いますけどね、東京はね、ハイカラなのでおばさま、ね、おばさまが通ったんです。すいません、今日分かり難しかったでしょうって言ったら、その初めて聖書の話を聞いて教会に訪れたおばさまが
こう言ったんです。全然わからなかったけども、ものすごい面白かった。私はこれだと思ったんですよ。全然わからなかったけども、ものすごい面白かった。私はそれからですね、変わったんです。難しい話でもしようと思ってたんです。そして元に戻します。元に戻しますね。ルシファーは考えた。もし私があのアダムといえば人間を騙したら、あの地球をドロドロにしてぐっちゃぐちゃにして自分の基地にしようって。さあどうしたらいいだろうか。そうだ、神様は、ここが難しいところですね。ここが難しいところ。神様は二つの腕を持ってらっしゃる。優しさ、厳しさ。別な言葉で言えば愛と正義の方なんです。神様はですね、どんな方かっていうと愛と正義の方なんです。愛、優しさだけじゃなくて正しい方なんです。正しい方だけども愛の方なんです。ルシファーはここに目をつけた。こう考えた。もしアダムとエバを、アダムとエバを罪を犯させたら、人間が罪を犯したら、愛と正義の神様はどうするだろうか。愛は許してやりなさいよ。でも正義は罰を加えなくちゃいけない。もし愛である神様がアダムの罪を許したら言ってやろうじゃないか。さあ宇宙のすべての人たちを、ね、神様は愛を選ばれたけども正義どうなってるの？正義はいいの？自分の都合に合わせてあの人許してあげる、この人罰してあげるって、正義はいいの？だから神様は信用を受けないって言ったでしょ。神は正義の方じゃない。でももし神様が人間、罪を犯した人間を罰するなら、罰したなら言ってやろう。愛はどうなったんですか？ お得意の神は、愛なりはどうなったんですか？あ、裁いちゃうんですか？逃げようがない、逃げようがないところに神様を追い込んでやるって考えたんですよ。さあアダムにエバに罪を犯させて、実は神様を窮地に陥れてこの宇宙をぐっちゃぐちゃにしようって作戦、そこが本当の戦いだったわけですね。もう一回言いますよ。正義をもって裁くか、愛をもって許すか、どっちを選んだとしても、どっちを選択したとしても文句言ってやろう。そしてルシファーは綿密なものすごい計画を立てて、その頭脳を使ってものすごい頭脳作戦をかけて、ピッ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 と誘惑するために地球に行った。ここまででしょすいませんね。ね、こういうのを使うのはね、河原先生疲れてきたんだからあれを使うんだねって、ね、まあ、思っててくださいね。ひろひくん大丈夫ですかね。実はここから旧約聖書が始まってるんです。ここから旧約聖書が始まってるけど、このアダムとエバの話の前にそんな話があって、ようやくここなんです。そしたら蛇に姿を変えたルシファーは言葉をうまくやって、そしてエバに罪を犯させた。そしたらサタンとその使いたちは歓喜して喜んだ。これで復讐できるって、うーやったーって感じですよ。逆に3分の2の正しい天使たちは、いや宇宙全体が悲しみに覆われたって、とんでもないことになったって。これが全部地球、私たちの星の中で起こったことだと聖書は言うわけです。
そしてルシファーはついにやったって。さあ神様どうなさるんですか。はあ、許しますか、裁きますか、どちらでもいいですよ。正義を持って人間を罪を支払う報酬は死であるって、彼らを消し去りますか、それとも一回だけ許してやろうって、愛を、お得意の愛を、許しをお使いになりますか、どうなさるんですか、どうなさるんですか、どちらでもいいですよ。宇宙全体はこの事態を見て、息を殺して神がどちらを選ぶか注目していた。全く音を立てるものもなく、みんな息を殺して神様がどちらを、愛と正義どちらを選ぶか注目なさってた。その時彼が手を挙げられた。私が行きます。彼はあの、これは私の御子、すべてのものは彼によってできた、彼を礼拝せよと言った父なる神様の右にいらっしゃったあの方が、その時手を挙げて、私が行きます、私が人間になって、人間そのものになって、人間のすべての罪を私が引き受けて、そして彼らが死なないために私が代わりに罰を受けて死にます。この方法しか人間を救う方法はない。罪を犯したら誰かが死ななくちゃいけない。私が死んであの人間を許す、ね、何に見えますか、ひろきくん、ん、え、ちょっとひろきくん何に見えます。ゴミ箱ですよね、ゴミ箱ですね、いいよ、油断しないでね。ね、うん、私ですね、幼稚園の園長先生だとか、小学校の聖書 の、 あの先生とか、中学校の先生とかですね、高校に聖書を教えてたんです。だからもう難しくって分かんないことはですね、もう画像にしようと思ってるわけですね。ちょっとね、これゴミですよ、ゴミを罪に例えて話します。私たちどんなに気をつけてもゴミを出さない人はいないでしょ。どんなに気をつけても一日ある程度のゴミが出ちゃうでしょ、家の中で。なんで家の中がゴミだらけにならないんですか。はい、なぜゴミが毎日出ても家の中がゴミだらけにならないのは、そう何も答えてないけどもゴミ収集車が来るからですよ。ゴミ収集車の方が来てくださって、大阪中のゴミを処理場に持って行ってくださるから、皆さんのお家はきれいなんです。ゴミ収集車の方にありがとうございますって言って、そうめんどうですか、そうめんじゃなくてアイスクリームどうですかとか、なんか お礼言ったことあります。人のドロッドロとした生ゴミを彼は持って行ってくださるんですよ。もしゴミ収集車が来なかったらどうなりますか。来なかったら家の中はどん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 ゴミが増えていくわけですよ。そして皆さんの家は、綺麗だったお家はこうなりますよ。そして家の中じゃなく外もこうなるんです。どんな人でもゴミに囲まれちゃうんです。そのゴミを私たちが犯した罪に例えて話してるんですよ。なんと神様はものすごいことを考えられた。天の神様は人間のすべてのゴミ、人間が犯したすべての罪をすべて彼の上に背負わせて、彼の上に背負わせて
そして彼が背負った罪によって死んでしまう、そのことによって人間を許してあげようと考えられたって言うんですよ。そして彼であるイエス・キリストは喜んで、私が人間に代わって死んでいきますって手を挙げてくださったと書いてあるんですよ。彼は私たちの罪のために贖いの供え物である。ただ私たちの罪のためばかりでなく全世界の罪のためである。この方法によって全宇宙は、神は本当に愛のお方であるって、私たちを守るどころか私たちのためだったらご自分のすべてを捨てるお方だ、命まで捨てる方だ、愛の方である。そして同時に神は正義の方であるってことが宇宙に知れ渡ったんです。サタンは嘘をついてたって、サタンはデタラメだったって、間違った主張をして私たちを騙してた。でも十字架によってイエスキリ、神様の愛と正義が現れた。サタンは理解して、そんなことできるわけない、神様が人間になる、できるわけがない、妨害してやろうと言って、イエスキリストがクリスマスの日に現れることを妨害した、妨害した。でも神様は約束を守れる、守られる真実のお方だから、本当に人間になってマリアから生まれてきた。神はその一人子をお与えになったほどに要愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためでなく御子によって世が救われるためである。ね。そして2020年、こんなことが過去に実は起こっていた。学校で習わなかった、親も教えてくれなかったけども、不思議なことに私たちはこの聖書によってその真実を知ったわけです。そして未来はどうなるかって、このキリストは十字架にかかった後もう一度おいでになると書いてある。これがキリストの再臨。でもルシファーは妨害してやろうって、誰もこんなこと、こんなことをですね、信じないように妨害してやろうとして、もうこの世界をありとあらゆる災害や不信仰や人間の欲望を極限まで高めていって、そして神様なんかいないって、神様信頼できないお方だって、これが神様とサタンの間で起こっている大争闘なんです。こういう戦いの中で私たちは命が生まれていってるんだって。サタン、悪魔、145回も出てくるんです。ね。聖書には直接的な証拠があるにもかかわらず、悪魔とか悪天使の存在を、悪魔の存在を否定する人ほど、悪霊の力に動かされる危険の中にある人はいない。彼が一番怖がってるのは、恐れてるのは、彼の存在と彼が何をしようとして働いていることを知ること、サタンを恐れてるって。今も本当にですね、あらゆるところで災害を起こし、サタン、ルシファーはすごい天使だったので、自然界の仕組みを全部知ってて、どこをパッて触ったらコロナウイルスが発生するか、どこの地層をスイッチ入れたら津波が起こるか、人間の心のどこのところをくすぐれば人間は誘惑にひとたまりもないか、全部知っている。そして
それらのことを犯しているのは、起こしているのは全部自分であるのにもかかわらず、神様がこんなひどいことをしてるんだ、神様はなんてひどいお方なんだって、そこに自分の技を信じさせようとしている。まとめる、終わります。人間の歴史は何から出来上がっているのか。人間の欲望、野望、人間の決断、人間の気まぐれ、これが歴史を作ってるのか。人類の歴史を作り上げてきたものは、それは何であるか。聖書はこう言ってる。人間自身の選び、サタンの攻撃、そして神様の守りと導き、これが人類の歴史を作ってきたんです。でも聖書を呼ばなければ、神様の守りのサタンの攻撃もない。それだけで考えたらどうなりますでしょうか。大相当、ね、これが最後です。本当に最後ですよ。もうちょっと続けてくださいって言ってもダメ。もう最後、ね、飛行機が飛んでます。イエス様はこうおっしゃったんです。どんな時代、最後の時代はどうなりますか。イエス様は、終わりの時代は愛が冷える、戦争と騒乱が起こる、不法がはびこる、憎しみや裏切りが人々の心の中にも起こる、地震や飢饉が蔓延する、そして人間の心を惑わすものが起こって、そして私が救い主だ、私が預言者だというものが現れる。7つ。でもこれらはテレビを見れば、ニュースを見ればわかるけども、これと同時進行であることが起こっていく。それが黙示録13章の2匹の獣が最後の惑わしをする。黙示録13章に出てくる2匹の獣が人間を惑わす。それはサタンの最後の惑わしだ。それはエスカレーターのような惑わしである。全員がコロナ、津波、戦争、飢餓で恐怖に陥れられ、全員が、世界中の人たちがみんな恐怖を感じさせられ、知らない間に人間の心が同じ方向にどんどん誘導され、いつの間に知らない間にコントロールされ、その時偽り者が偽りの平和運動を起こす。誰にも正体が見えないような平和運動が起こり、そして全員が偽りの平和に驚かされ、いつの間にか賛成します、同意され、させられ、惑わされ、欺かれ、みんなが同じ列車に乗せられ、全員が本当の神様を拝まず、偽物の神様を拝まさせられ、滅びの道に誘導されていく。これが黙示録13章に書かれている再臨前に起こることって書いてある。従わなければ迫害が起こる。だから黙示録は言う、これから自分で乗るエスカレーターを自分自身が、あなたが選ぶ時が来ている。ものすごい時代になっていくか分かんない。でもその全てのことをコントロールされている方が私たちの
飛行機の操縦席にいらっしゃるんです。その方が全てのことをコントロールなさってるんです。その方が舵を握ってらっしゃるんです。この方にある時私たちは平安なんです。最後の言葉、あなたの命をその手に握り、あなたの全ての道を司らせる神様、あなたの命を生み出してくださった方が今もあなたの位置を守ってこれからも守っていかれるって言うんです。何に信頼したらいいんですか。それは私たちを創造され、私たちのために犠牲になってくださったイエス・キリストであると思うんですけども、ひろきくんはどう？ね、はい、ありがとうございました。じゃあお祈りします。愛する天の神様、難しい話で何のことやらさっぱり分からない点もたくさんありました。でも誰がこれを、こんな話を、脚本をお書きになったか想像もつきませんけれども、これが事実であるならば、どうかこの聖書に書かれていることを熱心に求めさせてくださるように導いてください。聖書ののみに私たちの喜びや期待やそして希望があることを感謝し、主イエス様の御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。川原先生、講演ありがとうございました。皆さん楽しいお話でしたか。はい、なんか初めて聞かれる方もたくさんいらっしゃったと思います。これで午前の講演会は終了させていただきます。今日のお話でご質問がございましたら、お手数ですが大阪センターのホームページの方にメールでご質問ください。よろしくお願いします。それではこの後2時から最終の講演があります。死後はどうなるのか、これもまた興味深いお話と思いますので、ぜひお食事を取られたらまたここの街道に戻ってきてください。2時から始まります。1時半開場しておりますので、ぜひここに戻ってきてくださいますようによろしくお願いします。それでは係の者がご案内しますので、後ろのお席の方から退場していただきたいと思います。